皆さんおはようございます。長官原田の時間です。大好評ね、大好評をいただいています。メンタルトレーニングで幸せを高めるシリーズです。シリーズ第4回、今日はね、集中力について語ろうかな。集中力ね。早速今日のクレード行きましょう。できる、できないを仕分けて集中力アップ。できる、できないを仕分けて集中力アップ。今日の元気アップクレードでした。いってらっしゃい。緊張した場面でも落ち着いてね、仕事、勉強、練習、芸術の発表できるっていう、これやっぱり集中力高なかったら、集中力散漫やったらできないよね。周りのものに左右されてね、なんか集中力欠いてしまうってあるじゃないですか。これね、あのゴルフのメンタルトレーナーやってました、2名の方、ツアーで優勝されましたけども、その実際に僕はゴルフしないですけども、ゴルフの現場に行ったんですけども、あのゴルフの選手が緊張するあのパターの時にカシャカシャカシャってカメラオンすんねん、これね。えほんならあのカメラオンしたらもうガッと顔色が変わって、うわばーって怒ってね、する選手もおるんですよ。まあ当然やね、やねんけども、カシャカシャカシャに対してね、無視、もう何気に何もなかったように普通にスーッとやる人もおるわけね。これ面白いですね、これね。だから集中力が高いとか集中力が低いとかいうのは、これ我々の人生パフォーマンスにやっぱり大きな影響を及ぼしますよね。そのことから考えたらね、ということなんですね。原田集中力ないなって言われました、ちっちゃい時。原田集中せよ集中せよ言われました。原田何キョロキョロしてんねん、集中せよ集中せよと言われました。言われたらそう思うんです。で先生に聞いたんです。先生どうやったら集中力高まりますかって言ったら、先生がええって言って、そんなもん気合と根性だっておっしゃったんです。確かに気合だ気合だ根性だ根性だ、これ高まるんですよ皆さん。でもね、ちょっとね、気合と根性だだけではね、メンタルトレーニングにならないですね、ということなんです。そこでメンタルトレーニングではどうするかって言ったら、まさに今のゴルフの例でした。自分で何とかできること、できること、自分でどうすることもできないことを仕分けてみましょう。天気は何とかできないね。そうやね。暑さ寒さは何とかできないね。できないね。試合会場がアウェーだった。敵のチームのところでワン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 の中で行くので、敵のチームの応援やじはコントロール、これできないね。アウェーの開催会場のホテル、これコントロールできないね。だからこう考えるとなんか分かれてくるね。監督の顔色は、イライラしている監督はコントロールできる、これできないね。自分の過去の成績は、これはコントロール、これできないね。過去の失敗はこれできないね。ね、そうですよね。だからそのような自分でアンコントロールなものに対して気持ちが持っていかれた時に、我々は集中力がなくなってしまうわけ。これだからまず目の前の向き合ったものが自分で何とかできるものかできないものか、これを仕分けなさいと。そしてできないものはもうちょっと無視と置いといて、でできることに集中すると、またそこで力が湧いてくるって、これがね、集中力の高め方ということなんです。あの言われると当たり前なんですが、本当にね、皆さんね、パフォーマンス出ない人というのはね、自分でどうすることもできないことにね、気持ちがね、もうね、持っていかれてるんです。これも多くの方、もうメンタルトレーナーも教員やってきてもほとんどそうですね。だからいかに、物事の仕分けが、大事かということ、まあ、そのあたりも考えて、今日のこれからの活動に、挑戦をしてみてください。できる、できないを仕分けして集中力アップでした。元気アップでいきましょう。拍手お願いします。よう、お、いいこと習ったよね。実践してね。どうぞ。今ここに自分を戻して、そして仕事勉強に集中して取り組むのが本当になったんです皆さん。これ私の原体験なんですね。
上着持ってくる、傘入れる、カッパ持ってくる、100円買えろ入れようかって言うて言うて、準備準備、集中力を高めるっていうことと、そこから予測と準備ということはセットで考えてもらうと非常に効果的、皆さん非常に非常に結果につながる、とても大切な考え方と方法なんです。